村健太の歌うメンチューブ、皆様こんにちは。私は高畑町在住天才シンガーソングライターの村健太です。やっとですね、というかついにですね、私の冠コーナーができました。その前にまずお前誰やっていうとこだと思うんですけども、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私はですね、高畑町在住で、普段シンガーソングライター、曲を作ったりですね、歌ったり、楽曲提供なんかもしてるんですけども、山形県といえば麺王国ということで、置賜地域ではラーメンやそばの名店が各地に勢ぞろいしております。そしてこのコーナーですではですね、その名店を訪れて、そして各店の一品を紹介していきたいと思います。記念すべき第1回目はこちら、米沢市門頭町の食いどころ上花輪さんです。早速行ってみっぺ。麺チューブ食いどころ上花輪さんは平成11年11月1日11時なんと1が7個揃った日にオープンしたお店です。どんなラーメンがあるのでしょうか。それでは早速入っていきたいと思います。こんにちは、食いどころ上花輪、店長の上花輪誠さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。店長さん、このお店の特徴を教えてください。はい、米沢の名物である米沢ラーメン、はい、そして米沢牛を使ったいろんなメニューを出しております。なるほど。はい、当店は60席の席数ございまして、いわゆる赤ちゃんを抱いたお客様でも気軽に入れるようなお店です。幼稚園の生徒から大人まで、いろんな人もご来店いただいてます。ちょうどうちの店は米沢の中心である上杉神社、そして伝光の森のちょうど正面なので、観光客、来店客の 50% くらいございます。ではそちらのメニューを見ていきましょう。メニュー全店、醤油、味噌、塩、メンマラーメン、ワンタン麺、そして夏限定の冷やし中華、冷やしラーメン、米沢牛、焼肉定食、焼肉丼、あと焼肉ラーメンなんていうのもありますね。本当に迷いますね。はい、なんでとりあえずこの当店人気1位という味噌ラーメンをお願いします。はい、わかりました。麺チューブ、では早速いただきたいと思います。はい、どうぞ。この彩りなんですけど、とても綺麗なんですけども、味噌のスープの方からいただきたいと思います。すごいこうまろやかさとすごいコクがいい感じにマッチして、すごい美味しいスープですね。うまいっす。この味噌はすごいこだわってるんですか。そうです、ある醸造店のいわゆるモーツァルトのいわゆるクラシックを聴かせた味噌になってます。なるほどそれはすごい情報あ、そうなんですね。はい、じゃあ早速麺の方もいただきたいと思います。はい、この米沢ラーメン特有のこの細縮れとこの濃厚な味噌のスープが絶妙なハーモニーです。細麺なんですけど、米沢ラーメンの特徴っていうのかな、はい、この細麺なんですけど歯応えもしっかりあって、そしてやっぱこのスープのうまみを吸ってますね。チャーシューもじゃあ、はい、どうぞ23年間、はい、煮込んだスープで作ってますから。そうなんですか、継ぎ足しで、はい、これはだいぶこだわってる。はい、脂身もすごい美味しいんですけども、歯応えもしっかりあって、その歴史を感じるような本当にその深みのある味わいで、そしてこの野菜もすごくたくさん乗ってるんで、シャキシャキ感出るよね。そうですよね、野菜も一緒に。いや本当に美味しいですね。美味しいラーメンをですね、どのような思いで作ってらっしゃるんですか。はい、ラーメンの食べてる最中もうまいなって感じてもらうことも本当に大事なんですけども、食べ終わった後の後味が良かったなっていう気持ちを最後まで持っていってもらえるようなラーメンでありたいなと思ってます。麺チューブ、やっぱり私はですね、米沢牛のメニューがどうしても気になってですね、
米沢牛のメニューについて教えていただければなと思います。はい、わかりました。これが米沢牛でございまして、 GI マークっていうのが日本が認めたブランド牛ですよという印です、ね、でこれを使ったメニューがたくさんあって、特に観光客の人は米沢ラーメンも食べたい、米沢牛も食べたいという人のために米沢牛焼肉ラーメンというのも出してます。米沢牛の焼肉丼と米沢ラーメンをミックスしたセットメニューもございます。気軽に食べられるように値段もある程度抑えてお出しをしております。それではここで食いどころ上花輪さんから視聴者の方へプレゼントです。サービス券500円を5名様にお詫びしたい、こういうふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に、僕から店長へ歌のプレゼントしたいと思います。メンチューブ。それでは聞いてください。はい、僕の腹は上花は。ありがとうございます。僕の腹を満たすラーメン、上杉神社近く、米沢牛と味噌ラーメン、美味しいところ上花は。こんな感じで、いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。メンチューブ。さあ第1回目はいかがだったでしょうか。これからどんどんおすすめのお店を紹介していきたいと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。